さあ、セッションでもしようかな。はい、セッションしましょう。セッション、セッション。セッション、セッション。よいしょ。チューニングしないとね。二人でやっててね、合わないけど。
まあチューニングかな。チューニングもでもステージだな。楽屋では何もしてないですね。最近ね、まあ、こういうチューニングメーターっていうのがねついてるから、まあカーナビ付きみたいですよね。これ便利だし。こっちはメトロノームと一緒になってんでね、たまに間違えてね、なっちゃった。なっちゃった。スイッチ間違えてメトロノームだし。メトロノームになっちゃった。ステージで。でもそれいいね、カウントが出るからね。まあね、うん、これで毎回気になるとずれるとね。そうだね。まあでもね、普段っていうかこうアコースティックですからね、こういうライブって、ね、実は生まれて初めてだし、ありますよ、30周年だからですよ。30周年特別記念イベント、アコースティック、あのスリルがありますね。やっぱドラムがなくて、あの4人でやってたアンサンブルみたいなのをやるとね、野呂さん大変ですよね。ピアノの分まで薄利多売で言ってますから。音数から言ったらもう、あすごい、史上初ぐらい多いね。ブラスパートから何から全部やんなきゃいけないからね。あれ立ってやってたら倒れてるね、多分ね。酸欠とかなっちゃうね。そうだよ、立ってるとね、フレット見えないんですよね。そうそう、このボディが厚いからね。そう、この結構大変なんですよこれ。ちょっとこっちの方が厚いよ。そう、そっちの。それは別だもんね。ねえ、これね、もう本当にこのペガサスのためにこれもう買ったんですよ。間違わないようにリラックスしてできたらなと思いますけど、まあ、あの全体の流れを楽しんでいただきたいなと。一曲ずつ聴かないでしょうねみたいな感じかな。ライブですからね。やっぱりペガサスってこう、あの新人バンドですからね。要するに2人でアコースティックプレイヤーとして、あのずっとやってきたわけじゃないんで、あのやっぱり16歳の時からね、一緒になんか縁があってやってた仲間とのこのなんか再会ライブっていうお祝い的なことがありますのでね、あまり厳しく見ないでねみたいな感じはありますけどね。まあでもやってて楽しいですよ。あの昔エレキでやってたのをね、アコースティックでアレンジしてやるとかね、逆に新鮮なんで、なんかその辺の皆さん知ってる曲とかもね、そういう違った解釈で楽しんでいただければ嬉しいなと思います。